をしていく考えを示しました。成長戦略の成果を継続させ、我が国の成長力を高めるため、農業、医療、エネルギー、雇用といった分野での改革を実現するための法案についても、骨抜きになるとなく、さらに前に進めるものとなるよう、全力で準備を進めています。また、公明党の山口代表は、改革を断行するということで、諸々のテーマ